のインチキトーク信用できない,い <laughs> どこでも言ってる話 <laughs> えー、和歌山毒カレー事件でございますけどずっとですね、えー、河合淳、えー、京都大学教授に、えー、来ていただきましてヒ素鑑定にしてじゃないですかそれでいやいやだから一応ねまとめま次回教授が来る時にまとめをちょっとしっかりとやってプかなきゃいやいや<れ>あの、はい、<laughs> ここだけの話あの <laughs> 他のネタをちょっと今書いてる時間がなかったんでもう一回これをきちっとおさらいするってことやっぱりやっとかなきゃいけないなとは思うわけでございますけどまあでもデーブさんもね河合先生の話難しかったですけど3回聞いていただいて。 要はカレーに、まあえー、入れたというヒソ、まあ、そのコップに付いたヒソと、まあ、林家の周囲にいくつか、まあ、ヒソっていうのがあったんですねもともと林,が素林家がヒソを置いていたガレージから出てきたヒソとかいろいろあるんですけど、まあ、林家が、まあ、入手できるヒソとですね少なくとも、えー、カレーに入れたであろうそのコップから出てきたヒソは全部が違ったということは分かったわけですよね 分かりましたねそのことが分かったわけです、えー、だからここで分かるのはそのもう要はそのカレーに入れたヒ素とそれから林家の周囲にあった人の鑑定としては一致はせずということなんですでここで改めてちょっと冷静に考えていただきたいんですけども今和歌山毒カレー事件例えば真犯人という言葉をネットで入れるとですね出てくる必ず出てくるのが「 自助説です林家の次女のおこれが真犯人じゃないかというのが必ず出てきますそうすると、えー、河合先生の話を聞いているとこの自助説が違うということはもう皆さん分かっていただけるんだと思います。いやそれは いやいやそうではないじゃなとい,、ね、いやそうことは,は別のところからヒ素を取り寄せたという可能性も,も、ね、その話をちょっとしようと思うんですけど、うんまあ、自助説っていうのはどこから出てくるかというとカレーの鍋の見張りをしていたマスミを一度迎えに行ってるんですね、自助がね、えー、だからあの入れるチャンスがあったんじゃないかというふうに言われてはいるんですがしかしですよあの基本的にはその、まあ、ソロベの町には、えーまあ、いろんな家にヒ素がありました。でもねさすがに 林家以外の秘書を入手するのはやっぱり困難ですよもちろんだからといってデイブさんがおっしゃった通りでもちろんだからといって次女がですね他人の家の秘書を盗んで入れた可能性はゼロではないですでもその可能性を疑うんであれば他の家のその秘書を持っている人たちももっと同様に疑うべきですよね そっちの人たちの方が簡単に使えるわけですからむしろやっぱり他人が入ってきてヒソがあるところにうろちょろしていたら当然目撃者が出てきたりとかするわけですからでそんなにですねさすがにヒソっていうのは毒が入ってるっていうのは大人たちは知ってますから一応は保管するようなところに保管してあるわけですよねそうすると他人の家の子が入ってきて簡単に盗んで使えるというような状況はやっぱりにわかには考えにくいですよそれよりもそのヒソを持っている家の人が入れたというふうに考える方がまだ まだ普通だからといって確かにえ盗んで入れたという説は否定はできません。でもねやっぱり一番次女が真犯人説が、えー、僕はないなと思っているのは次女はねやっぱりこう。 あれなんですよねカレー鍋で一回このカレーを味見で食べてんですよね。でそのやっぱりリスクがあるのでえ自分でですね、えー、入れて、えー、その鍋をまた食べるなんていうことはちょっとにわかにはやっぱり考えられません。もちろん食べた後に入れたということも考えられますけどそうするとですね今度はますみを迎えに行った時間帯とは合わなくなるのでちょっとやっぱり自助説というのはこうやってあの科学的な検証を重ねていくとないなということが分かってくると思います。じゃあこれ出てきた話ですけど一体誰が何 何のためにヒ素を入れたのかっていうふうに考えるとあのいこれはですね僕が何人か関係者の中から話を聞いてくるとですねやはり誰がというのは子供が何のためにこれは殺人ではなくていたずらにということが、えー、言えるんじゃないかなと思います。というのはですねあのいたずらというのは前も言ったかもしれませんけどね、えー、それから子供という説は何であるのかというと。 あのカレーに入っていたヒ素の量はとにかく大,大量だったんですよね。これ何,何百人が殺せるぐらいの、えー、量を入れていた。ということはやはりヒ素の。 怖さを知っている大人が入れるとしたらですねこれはちょっとうっかり入れすぎている感じがある、えー、そうなるとですね人のことを知らない、えー、大人というふうに考えるよりも人のことを知らない子供が入れたという考えるのはいいですねそうするとですね、えー、じゃあヒ素を知らない人、えー、大人という考えもないわけではないんですけどただ あれは夏祭りだったので子供たちがあの鍋の周りをうろうろしていてもあまり怪しくはないんですところが、えー、カレーの鍋というのは当番の人が決まっていましたから祭りの会場をね誰がいても怪しくはないですよでも鍋カレーを作ってるところっていうのは祭りのメインの会,会場じゃないですからやっぱりそうじゃない人がうろうろすると目立つんですよねそう考えるとですねやはり大人が その辺をうろうろしていると後で目撃証言というのが出てきます、えー、そう考えるとですねなかなか大人というふうに考えるのはちょっと難しいところが正直ある それよりも子供がですねまあ子供の場合はやっぱり身長が小さかったりするしわーってやってるとですね夏休みですから子供たちがわーっと遊んでるっていうところでなかなかですねお近所の人たちもその子供たちを何かこいつらやるんじゃないかなと言って疑いの目で見るようなことはないですからなかなか記憶にも、えー、残りにくいというところがあるんですよねやっぱそういうふうに考えると僕はですね真犯人まあ、これ名前をとか誰だってことは特定はできないですけどもやはり子供がうっかりいたずらで家にあった人を So... Oh. 入れてしまったというふうに考えるのが合理的なんではないかなというふうに僕は思ってますで実際ねあのこれ事件が起きた時の取材の当初ではですね、えー、町の人たちもこれは事件ではなくていたずらだというようなことをですね証言で言ってる人たちもいたんですよねそうするともしかしたらですけどこれは町の人の中にはひょっとして心当たりがあった人もいたのかもしれないところが、えー、もう、あのー、その上の街も含めてこれはもうマスコミがですねやはり林真澄という犯人が残 が出てきたそして前も言ったかもしれませんがこの町はですね200世帯ぐらいですよそうすると僕が住んでいるマンションと同じぐらいの世帯数で起きているわけですから誰かが犯人じゃなければ困るというところでとにかく分かりやすく早く犯人を捕まえてほしいという中で、えー、林真美という犯人があ浮かび上がりそしてみんなそのですねところに乗っかってしまったということが考えられるわけですよね。でこういういいいににに冷静に考えてみると林じじゃないんじゃななんんか皆さんもあの you の youtube コメントに 林真澄じゃないんじゃないかってコメントたくさんいただいてますでこうやって冷静に考えると分かることがですねでも一度、やっぱり感情がうわーっていう風に真澄だ特にあのホースで水を撒いた映像が出てきてみんなこいつ憎いって言って感情が沸騰してしまうとすべてがおかしい方向に行ってしまうでそれは実はメディアだけじゃなかったんです裁判所もそうなんですけども裁判所、これあの一審のですね和歌山地方裁判所において林真澄はずっと黙秘を使ったんですよね。 あの尋問に対して全部黙秘,で、えー、黙秘を使ったんですでそこで黙秘を使うのはこれはですね黙秘権として認められているわけですけどところが地方裁判所の一審のですね判決の際には、えー、黙秘はですね、えー、冷静な理性だということで。えー で行わなければならないと言ってですね林真澄の黙秘に対して裁判所はマイナスの判断を下したんですよねつまり黙っていることはお前嘘ついてんだろうみたいなことを言ったわけですでメディアもそれを煽った、えー、ところがですねさらにですね地方裁判一審で面白いことがあったんですけども普通はですねこれ証拠には取材で使った映像というのは使わないんですね。 それはででですすねもう報道協定で決まっているんですところが一審のですね判決の証拠に対してですね実は読売テレビが撮影した映像を証拠として、えー、裁判所は採用しているんですよね、でこれに対してはさすがにですね日本テレビ協会も報道協会もクレームをしたと取材というのは一般的には、えー、これは秘密だということで取材をしているわけですからそれをですね裁判で使われるのは違うんじゃないかということで裁判所はですねとにかく、えー、林の有罪判決を書こうと必死だった。さらにです、ね これ面白いのが2、えー、審の交際に行くとですね今度は林真美は黙秘をやめたんですというのは一審で黙秘をしていたらお前それは嘘ついてんだろうていうことを言われたんで今度は無実を主張したんですねそうしたらですね今度は裁判所は何を言ったかというと誠実に真実を語ったことがなかったはずの被告人が突然真相を吐露し始めたというのは到底考えられない。 ということで今度は喋ったら喋ったでその供述を跳ね返したんですねもうねめちゃくちゃなんですよ黙ってたらお前嘘ついてんじゃないかで今度はそうかそうかと思って2審ではですね無実を主張したそしたら今度は急に喋り出すなんて、えー、とてもじゃないけどま嘘本当だと思えないと言って裁判所がまたあこの無実の主張もですね ひっっししてしまったとというようよなことでもう一度こうやって感情がおかしなことになってしまうとですね全てが司法までもおかしくなってしまうでこれ日本の構図なんですけど検察と警察がですねほぼほぼマスコミと一体になってますこれはもう、えー、リーク報道もたくさんあるぐらいですからでマスコミが、えー、そうした報道を出すそうすると世論が沸騰する世論が沸騰すると、えー、司法までが沸騰しておかしな判決を書いてしまうというもうこの日本のですね悪い縮図が見事なまでに、ね、見事なまでに。 えー、この事件には凝縮されてしまったということでございますよデーブさんいかがでございますかでも先ほど子供のいたずらとか言ってたけどそこまでの毒物を普通そこの家庭っていうのはどこにでも置いてあったわけ子供が結構簡単に手に入れてさ、うん、そんなカレーに入れられる。 るっていう状況だったわけだそれはねやっぱり家ごとに違うと思うんですよだから警察もね本当はその辺の家にあるえ、秘相をもっと徹底的に調査すべきだったんですよでもその調査はもう途中で打ち切ってしまった<え>なぜなら林増美が犯人であるというええー、もうそのお疑いに間違いはないということで そののののの町のそれぞれれぞ家庭にあるる置かてていい状況なんていうものを全く調査はしなかったしかも、えー、ある回で言ったかもしれませんがある毒物を扱っている会社に至っては、えー、それがですね、まあ、割といわゆる三宅に通じるような大きな仕事をしていたというのもあって警察はそこで忖度をしてですね、えー、基本的にはあの地域の、えー、家庭にあるあるいはそのヒ素を扱っている会社の捜査というものを打ち切ってしまったというところで今となってはそれもよく分かりません。だからやっぱりあの時に 徹底的に可可能能性性を他の可能性も疑っってやるべきだったんですよだから今となってはもう真犯人が名乗り出るしかないわけですけどまあ難しいでしょうね。これはもう林真澄の家はもうすでに誰かによって放火をされてるわけですし、えー、まあ当然家族のも今もですねまあ 長女と次女は名前をもうすでに名字も変えてメディアには出てこなくて違う人生を歩んでいますけども、えー、幼少の頃は本当にひどい人生を送ることになったわけですからまあでもとりあえずジョーさんの言う子供っていうのがあまり納得できないですよね子供だから大量に入れちゃったとかさだからであのだから子供という線も考えるべきじゃないかってことです <laughs> なるほど、うん、あのもちろんだからといって子供ということはあの早急には 答えが出ないですよあのもちろん人のことをよく知らない大人が入れたということもあるかもしれないしあえて、えー、そのく乱するために大量に入れたということも考えられるだけど子供という線もやはりここでは捨ててはいけなかったんですね捜査の可能性としてはでも捜査陣はとにかくある一定の段階から林真澄という選択肢一択だけを取ってですねあと全ての、えー、捜査の可能性を打ち切ってしまったので今となっては、えー、真相はもううななかなか掘り起こすここすすととととが難しいということだと思ってますけどねいかがでしょうか いかがでしょうかって <laughs> 言われてもいやいやいやあまあまあ納得できませんいやいやいや、はい、まあ納得できないかもしれませんが<上>、えー、とにかく繰り返しまあ。 一旦ですね、あの和、ー、歌山毒カレー事件についてはこれで、えー、また河、えー、井先生やですね他の関係者の証言を引っ張り出してですね続報をやりたいと思ってますけど一旦終わろうとは思ってますただ、えー、これ死刑になる可能性があります、えー、日本はですね死刑判決を受けて6ヶ月以上経ちますと死刑になってもおかしくはないです、ただこれだけ冤罪性が高いのでさすがに、えーまあ、なかなかですねし、えー、はし執行の犯行を押しにくいという状況だと思いますが、えー、押される可能性はある、少なくとも林真純は無罪とは言い切れないんですが。 無罪とは言い切れないんですが、この裁判はおかしい、そしてこの裁判で出てきた有罪というのはおかしいということですので、えー、僕はですねとにかく最新があ最新請求が飲まれて、ですねもう一度裁判がやり直されると、そ,のそうなれば、その間はですね死刑というものが、えー、少なくとも執行されないわけですからあ、そのことに関して僕は切に訴えていきたいなと思っております。以上ジョークミの元祖やっぱりえないいボリューム29でございました公開